ウジェーヌ・ビゴーはフランス出身の指揮者。1888年、レンル生まれ。1905年からパリ音楽院でクサビエルルーに火星法、アンドレ・ジェダルジュに大法、ポール・ビダルに作曲法を指示。1909年からはベルサイユの砲兵連隊に入隊しながら勉学を続け、1912年に音楽院を卒業した。 1913年には、シャンゼリゼ劇場の合唱団の指揮を任されたが、ほどなく第一次世界大戦に従軍している。戦後は、コンセール・パドルーのビオラ奏者として音楽活動を再開し、バレースエドアのデジレ・エミール・アンゲル・ブレシトの助手になった。1923年には、フィリップ・ゴーベールの指揮する、パリ音楽院管弦楽団の副指揮者となり、 1925年には、シャンゼリゼ劇場の主席指揮者に転出した。1927年には、プティパリジャン放送の指揮者を1934年まで務め、その後は、ラムルー還元楽団の指揮者をしたり、アンゲルブレシュとの設立するフランス国立放送還元楽団に手を貸したりしている。第二次世界大戦後は、パリ音楽院の教授として、ラツワンを振るい、 ディールやストラスブール、マルセイユなど、パリ周辺の放送局でも演奏活動を展開した。1957年に、パリ音楽院の座を退いてからは、ブザンソン国際指揮者コンクールの審査委員長を務め、小沢征爾などにも助言指導を行っていた。晩年は、エクサンプロバンス音楽祭で、指揮法のマスターコースを開いていたが、パリで指去。ありがとうございます。